よりグラビングしたときに、まあ、今から21時からフットサル2時間やってくるんですけど、まあ、今日はちょっと瞑想をリテラクトしようかな。最近ちょっとそれができなくて、隙間時間とか目の前とかの準備がちょっとできてなかったりとかなしで、それをやっていこうかなというふうに思います。でやっぱネギをたくさんまとめ買いして切って納豆とかスープ、ラーメンのスープとかに入れて、それはすごいいいなっていうふうに、やっぱ元気が出ると思うので、まあ、それは続けていきたいと思います。ラーメン醤油ラーメン作ったんですけど、クルー入れてネギで出しておいてみたいな、普通にうまかったです。28円のスープを買ってきて、これも何でもその YouTube とかで自分で作れるわって思ったんですよ。そしたらお金かかんないわって思ったのと、あとそのウォール電化で電気をその太陽光発電とかで田舎とかでやって電気自作しちゃったら、要はその、まあ、光熱費でところで電動のスクーターとか買っちゃったら交通費かかんねえわと思ったんですよね。今日は自転車で荷物取りに行ったんですけど、やっぱ代々木上原の方とかまで行ったんですけど、やっぱそうすると結構片道17キロぐらいとかで結構しんどかったんで、それ毎日きついなと思ったんですけど、電動スクーターとかだったら要はその光熱費込みとかでお金かかんないわけじゃないですか、移動代が。で二人乗りとかの電動、なんか原付じゃなくてもう一個上のグレード 125cc なんか以下か以上かわかんないけど、そういうのだと二人乗りできるらしいんですよ。原付っぽいんだけど 50cc 以上かな、原付は 50cc 以下で、それだと二人乗りできるらしくて、なんだっけな、 BU プラスというなんか電動の2人乗りのスクーターが24万ぐらいできて、それあったら要はその嫁と実家も電車乗らないでそれで帰れるし、交通費かかんないじゃないですか。で実家の嫁のその実家に行くときも、まあ船乗んなきゃいけないんですけど、船にその電動スクーターを乗っけてしまえば、そのあっちの嫁 の島に行った時もその電動スクーターで帰れるんで、交通相手の親御さんの車に依存しなくても済むしみたいな感じで、その電動だったら全然そのガソリン、まあ、スクーターでもそのガソリン代そんなかかんないと思うんですけど、その電気だったらもうその光熱費に含まれてたら全くかかんないわと思って、で特にそのなんだっけ、シェアハウスとかだと光熱費込みみたいなところがほとんどだと思うんですよね。そうするとそういうところに住んでその電気とかを要は込みのところで蓄電すれば全然 お金かかんないじゃないですか。で、だし、なんか最悪、その、まあ、泊まったところとか、まあ、満喫とかでもいいと思うんですけど、満喫とか、まあ、なんですかね、まあ、空鉄とかで泊まってもいいと思うんですけど、そういうところで、普通にその充電とかできると思うんですよね。だからまあ、その電動自転車、バイクの充電とかもできる、充電も、そのバッテリー充電できるだろうし、
あとそのなるけまことさんが Facebook でその投稿してたんですけど、災害時用のなんか何だっけな、何十万アンペアとかある、要はそのコンセントとかも差し込めるような、装置があって、それがなんかアマゾンとかで、まあ、売ってるんですよね。結構ピンキリで、電池のその容量も結構ピンキリで、まあその多ければ多いほど、比較的あの高いんですけど、でもそういうの買っちゃったらなんかもう、なんだろう、家いらないわと、賃貸とかももはや必要なくて、それをなんか例えばその、まあ、車とかに搭載しておいて、でなんかまあいろんななんかまあ電気コンロとかも使えますし、なんだっけ、まあ、レンジとかなんかは別にコンセントあるから使えるじゃないですか。でその電池なくなったら、なんかどっか止まったところとかで充電すればいいって話なんですよね。でそんな感じでやったら多分全然その電気代もかからないと思うんですよね。で それでなんかそのドイナッカとかに要はなんかそのさっきその YouTube でなんか田舎の方に住んでる人がその電気自動車、その三菱電機のビームかなんかわかんないですけど、それ買ったみたいなので、その動画見てたら、その人が、その、太陽光発電で電気を作ってる、自分家で作ってるみたいな感じだったんですよね。で、まあその電動自転車を充電してる、あの動画があったんですけど、なんかそんな感じで、太陽光とかでその電気のある程度その自分が使う分、1日使う分ぐらいを作っちゃえば全然お金かかんないじゃないですか。で、さらにその、まあスクーターとかでもいいと思うんですけど、その発電したやつで、その、まあ、車とかもそうですけど、そのスクーターとかも電気で走ってれば、別にその交通費も全然かかんないんですよね。ぶっちゃけその何だろう、車だとその固定費が割高なんですけど、多分その2人乗りの、50cc 以上の電気自動車とか、電気スクーターとかだと、多分固定費も全然、その税金とか、その車検とかも多分入れないんで、全然かかんないんですよ。で、そのガソリン代かかんないから、最初のその、まあ、いくらで買うかによってまた違うんですけど、まあその初期費用と、あと保険代ぐらいだと思うんですよ。で、何人コストも全然かかんないから、で、二人乗りできれば別にいいじゃないですか。一人乗り、その家族とかが何人もいたら、その車、まあ、その電気自動車とかが多分いいと思うんですけど、そう必要ないから、二人乗れればいいわけだから、そしたら、多分その電動の 50cc 以上のやつが多分最適解なのかなっていうふうに思ったんですね。で、かつその電気が、方法をタダでもらえるような環境。今考えると、やっぱその今フットサル、向かってるんですけど、ちょっと自転車で行ってて、これもやっぱ毎日だと結構めんどくさいんですよね。7キロもないか、6キロ、片道6キロぐらいで、別にそんなに大したことないんですけど、とそのジモティとかで例えばその物もらいに行くときとかも、まあ、もっとその効率的なやり方あると思うんですけど、いちいち自転車で行ったらかなり大変だと思うんですよね。で、その電動スクーターだったら、要は全然お金かかんないじゃないですか。で、家が、電気代タダだから、
チャージすれば、その、ガソリン、そう、燃費代がタダなんですよね。で、燃費代がタダで、みたいな感じで、二人乗りで行けるから、その、二人でどっか行くときも、割とそれに乗っていろいろ行けるみたいな感じだと思うんですよ。いや、すごいいいなと思って。で、その、さらに、その、置き場所とかも、今置き場所が、その、ないんですよね。その駐車場もないですし、ちょっと高台な感じなんで、その家に、その、担いで、持ってくとか、その自転車とかだったらできるんですけど、多分スクーターとかできないんで、って考えると、スクーター置くぐらいのスペースは一応あるんですよ。って考えたら 50cc かなっていうふうに思ったんですよね。なんかその、お金がなければないなりに、なんかその制約された、その制限がある状態で、それでもそのやりたいことをやるためにどうしたらいいかっていうのを考えること自体が一つのエンタメなのかなっていうふうに思ってて、それって、まあ、一つの課題があって、でそれを課題を解決するみたいなプロセスだと思うんですよね。そんでその課題があって、課題があってそれを解決するっていうのは多分その永遠に続くことだと思うんですよ。ずっと課題が出てきてそれを解決するっていうプロセスの連続だと思うんですよね。そんで確かにそのお金ですぐに簡単に解決できることってものすごくたくさんあると思うんですよね。でむしろそのなんだろう、その課題すら生まれない状況、だからそれこそ、その全くその摩擦が起こらず課題が発生せず、お金を使ったら、スムーズに物事が行くみたいな。で多分お金があればあるほどたくさん要はまあそれ可能だと思うんですよ。でそうした方が多分その要はそのいちいちその課題に考えたりとか時間を費やすみたいな、時間的にもエネルギー的にも未然に防げることだから、それらを節約するにはすごいいいと思うんですよね。でもそのかといってそのじゃあお金がないからじゃあ何もできないかとかそのやりたいことができないかって言ったら多分違くて、そのなかったらなかったなりにそのどうしたらいいかっていう風に知恵絞るみたいなのが多分結構、まあ、僕は自分なりに嫌いじゃないっていうか、まあ、そういうの考えるの割と楽しいんで、個人的にはまあ全然良くて、言ったらそのエンタメみたいな要素だと思うんですよ。それってそのやっぱドラクエとかその RPG ってまさにそんな感じで、要はそのやっててその難しいこといっぱいあったみたいな話じゃないですか、ドラクエとか昔のゲームなんかなおさら簡単なやつじゃなくて結構難しいみたいな RPG がもうほとんどで、
で、ドラクエ2なんかもそうなんですけど、で、最初から、その、イージーモードじゃないんですよね。結構難しいで、僕、その、イージーモードにするよりも、難しいモードの方が、やっぱり、がぜん燃えてたんですよね。で、ゲームによっては、なんか、イージーモード、ノーマルモード、ハードモードに選べても、イージーモードでやってもやっぱつまなかったんですよ。多分それ現実でも同じで、要はその、お金が、ものすごくその潤沢にあって、それでその、何でも解決できるっていうのは、その一つの、ドラゴンクエストで言ったら、ドラクエ2で、もう最初から主人公のレベルが、マックスが50で、48からスタートしてる、なんか回復の呪文を使った、ああいう状態だと思うんですよ。もしくは、最初もうレベル1とかなんだけど、もうものすごく お金がめちゃくちゃ入ってる、あるような状態からスタートできてるような感じだと思うんですよね。で、そしたら、その、もう最初から、その街で、買える、その、最もその、強いその防具とかを揃えて、で、要は、戦闘出ても、その、要するにめちゃくちゃ余裕じゃないですか。すごい楽で、楽勝なんですよね。イージーモードなんですよ。じゃあそのお金で解決するっていうのは、多分そういうことで、確かにその、ぬるゲー化できると思うんですよね。お金でものすごくぬるゲー化できて、多分いろんな局面でいろんなことに対してぬるゲー化できると思うんですよ。じゃあ例えばその自転車レースに出たとして、まあさっきその、カジサックさんと堀江さんの対談を見てましたけど、まあ、その最初200万ぐらいの高い自転車買った方がいいよみたいなこと言って、でお金で解決できると思うんですよね。10万円とかのバイク自転車でレース出るよりも、200万とかの高性能なバイクで大会に出た方がそのイージーモードでできると思うんですよ。そういう感じでいろんな局面でそういうイージー化できると思うんですよね。武器とか揃えちゃえば。だからその最初のそのドラゴンクエストで、最初のそのアリアハン、ドラゴンクエスト3でそのアリアハンで、まあ最初からその鎖鎌を変えたとして、鎖鎌を100万ぐらいあって買って、でスライムとかそのなんか大口橋みたいなのをバシャバシャ一発で倒していくみたいな、そういうことだと思うんですよ。お金があるって。でもそれじゃつまんないなと思うんですよ。まあそれも言う、まあない、まあ、ないから言い訳だろうっていう話だと思うんですけど、そうじゃなくて、お金にその依存しないで、まあその言ったらその知恵とかその情報を、使ってどんな時でもその、課題、生まれ続けていく、課題を解決する自分自身になるっていうことの方が、お金を持つっていうことよりもはるかに大事だと思って、それはその7つの習慣でいうその持つこととなることだと思うんですよね。で、その、持つことじゃなくてなることを自分がどうあるべきかに集中するっていうことで、で、その持つことからは何もその、繁栄は生まれないみたいな。所有っていう、資格持ってたらなとか、地位持ってたら、所有物持ってたら、肩書き持ってたらとか、資産持ってたらとか、それは外側のことなんですよ。
で、それはその外側のことで、要はそれに依存しちゃうっていうわけだから、自分自身が要は依存しちゃうと、その依存する人が、弱くなっちゃうってことだってことなんですよね。で、お金も多分そうで、でお金で何いろんなものを解決するっていうのはすごいその手っ取り早く時間短縮にもなるんですけど、でもそれは結局そのお金に依存していることだと思うんですよ。で、そのかつじゃあそのお金を稼ぐその1万円をその使うためにはじゃあどれだけ稼げばいいかっていうと、いろんなものを引かれてから残るのが1万円なわけじゃないですか。そうすると、丸々その1万円を稼ぐためには、まあ、その社会保険料とかでその半分とか取られて、あと半分というか4割ぐらい取られて、まあ、その給料によって違うと思うんですけど、まあ、ざっくりわかんないですけど、まあ、1万6000円、7000円ぐらい稼いで、で、その分引かれて、1万円残ると思うんですよね。って考えたら、その1万円使うのに、要はその1万7000円ぐらいその働かなきゃいけないわけなんですよ。だから、その、お金に依存して、物事を何か解決したり、何かを成し遂げるみたいなことって、すごい、その、堀江さんが言ってたんですけど、なんかグレー金利みたいな、当時あったんですけど、その、そういう、こう、金利を、高い金利を払うぐらいの感覚で、要は、手数料取られてるよね、みたいな話だったんだよね。だから、その、なおさら、その、働けば働くほどさらにそこの、要はその税金とその社会保険料が増えるわけだから、要は、その割に合わないんですよ。全然その割に合わなくて、特にその、会社勤めの人とかなんかはまさにそうで、多分そうなんですよね。すごい辛いことだね。やってまで、稼いで、さらにそこから要はその頑張れば頑張るだけその一番支出が高い、まあ、社会保険料とその税金を抜き取られるみたいな話じゃないですか。で、そのためにその税あ、まあまあ、通勤とか、まあ、閉鎖的な空間で嫌なことにがん理不尽なことで我慢したりとか、なんですかね、嫌な人間関係我慢してまで、やっとその、我慢する中でストレス抱えながら、やっと、その、稼いだ、その、なんか、700万、800万みたいなところから、さらにその、まあ4割とか半分近く税金と社会保険料で抜き取られるみたいな話じゃないですか。だからその、お金に依存して何かをやるっていうのはすごくその手数料をめっちゃぼったくられてるような話で、もはやそのお金ベースで何かを考えるっていうのは、すごい未だにその当然なんか至極真っ当な方法と思われてるかもしれないけど、それはその単なるまやかしで、ものすごくその割に合わない、解決策なんじゃないかなっていうふうに僕は思うんですけど、で確かにその純粋に好きなことを没頭して没頭してその後からそのお金がまあ富名声とかそういうのがついてくるみたいな話もあるわけじゃないですか。自分が没頭してドハマりしてた、まあ例えばその IT とかの、まあ、堀江さんとかもそうですけど、まあ、あとそのアメリカのそのヤフーの
創業者の、対談の記事とか、ニュースピックスで有料であったんですけど、それ読んだんですけど、要はなんか仕事じゃないんだみたいな、僕がやってるのは仕事みたいな感覚は全然なくて、そのヤフーの創業者2人、なんかアメリカのヤフーの創業者2人がいて、1人の人が言ってたんですけど、これ仕事じゃなくてめちゃくちゃなんかすごく好きで楽しいんだみたいな、仕事の感覚ないんだみたいな。でそれをひょっとしてやってたら、その要はマーケットがすごい需要があってみたいな、時代の流れにすごい絶妙にマッチしてるところに自分の好きなことがあったみたいな話してて、でそしたらその後からめちゃくちゃその報酬がついてきたみたいな話じゃないですか。でそうなった場合に、じゃあものすごいその資産残しましたっていう話だったらまた別だと思うんですよね。でその有り余るようなものがあったとして、そしたらそれを使ってなんかもういろんなその時間を算出するような、タクシー乗ったりとか、出前頼んだりとか、なんかお金、時間を生み出すっていうか、その、無駄な時間をこうカットすること、まあその、外注とか、その、家事、育児の外注とか、まあ、あらゆるものを、自分がやりたいこと、やりたくないことを全部外注するのにお金かけるとか、そういう感じに、その要は、お金がその無限にあるわけだから、そういうお金を使って、まあその問題解決するっていうのはいいと思うんですよ。だけど、なんかその、やりたいことの優先順位が、その好きなことだったら、その好きなことだけやってればよくて、で、やっぱり、その、で昨日もニュースピックスのなんかなんかディスカッションみたいなので、箕輪さんがやっぱこう好きなことをやれみたいなことを言ってるけど、いやそんなんじゃない、まず稼ぐべきなんだみたいな論調だったんですよね。でそれに対してその、批判して反対意見言ってる人いたんですけど、いや僕もまさに反対意見で。で、その、箕輪さんは、多分、要は、ご自身が、すごいガリガリやってきた人だから、っていうのもあると思うんですよね。で要するに、その、稼ぐなんてクソダサいよっていう論調が、その、溢れちゃったら、その自分がやってきたことが、その、要は、否定されるわけじゃないですか。そしたらその自分のそのポジション的にも、そういう、まあ、自分の今までやってきたその実績みたいなのをその傷つけるじゃないですけど、否定するようなことって自分自身でもちろん言わないと思うんですよね。っていうのもあって、でそれ思ったのが、じゃそれってその過去の自分の実績とかにその執着してる、要は相対的にその過去に生きてるっていうことなのかなって思ったんですよ。じゃあその過去のその自分がやったこととかってやっぱりもう関係なく生きないとダメだなって、むしろない方がいいなっていうふうに思ったんですよね。それがあると、その過去を自分がそのやったこととかを美化するじゃないですけど、その肯定するために生きなきゃいけないっていうこともあると思うんですよ。でも、それって、要は、その過去に執着してるわけじゃないですか。それを守るために、その今のその貴重な時間を割いて何かをしたりとか、なんか弁護しなきゃいけないみたいな。それって、その相対、その過去に執着してるような状態なのかなっていうのを思って、